どうも皆さん、こんばんは、おしりこです。はい、ということで、今夜もですね、夜回りの、第3夜、やっていきたいと思います。一人ぼっち。お化けはなんで私を襲うのかな？ただお姉ちゃんに会いたいだけなのに。お姉ちゃんに会えなくて寂しいだけなのに。でも死んでしまったお化けたちも、やっぱり寂しいんだろうから、お化けにも少しだけ優しくしよう。はい。まあ、優しくしましょうね。人には優しくしましょう。ね、人に優しくする分、した分だけね、自分にも多分返ってくると思いますのでね、多分ね。まあ、返ってこない時もありますけど。はい。まあ、やっていきましょう。ワンちゃんが、ワンちゃんが、嘘つけ、いや、ほんとほんと。ワンちゃんが、グロいよ。ポロだ。ポロー。ポロ死なないで。ポロ起きて。起きるんだ。起きて起きて。起きて。うわ、もう起きないよ。ダメだよ。ポロお家に帰ろう。ポロ起きてよ。いや、あ、ダメなのか。これはもう何回喋ってもダメなパターン。いや、でもそんな、あ、いや、進んだな。めっちゃ揺らしてる。ダメだよ、そんな揺らしたって。ああ、泣いてる。現実をね、理解してしまったんだね、とうとう。うわあ、なんか切ないなー。切ねえ。うわ、ずっと泣いてんだな、一人で。で、あ、これで、4章終わりみたいな感じですか、もしかして。フェードアウトして、家に帰るみたいな。ああ、すごい。一人で、これ作ったの？すごい、力強いね、君。主人公ちゃん、力強いね。動けないけど？あ、動けるわ。いや、動けてないな、これ。動いてるわ、勝手に。あ、お花をね。あれ？これ、この前見なかった？これ、この前、あれ？これ、あれ？お花は、あれ？違うか。これ、あれか。この前見たのは、あれか。貞子みたいな女の人のところか。目標がないんですけど、下に行けばいいのか。あ、え、電車来る？あ、え、ば、無理に決まってるよね。うん、だよね。逆にそれで行けたら人間じゃないよ、君は。え？これ、この時点で今死んだってことか、主人公ちゃんは。ってことなのか、それとも、幽霊でしたみたいな。ポロの首輪だ。ああ。ごめんね、ポロ。いやー、悲しいなー。悲しいなー。あ！第4章クリアしました。なんか今回めっちゃ早かったな。前回クリアしてると思ってたからかわかんないけど、めっちゃ早くクリアできたな。はい、セーブします。あと何章ぐらいなんだろう。でもポロ、があれだから、あとお姉ちゃんぐらいかな。ポロは埋めました。私のせいでポロは死んじゃった。お姉ちゃんにポロのことを言えなかった。あの時、石を投げなかったら、あの時、お姉さんに、めっちゃかも。お姉ちゃんに話せてたら、どうしよう。どうしたら。お姉ちゃんは無事でいてくれてるよね。くれるよね。いてくれるよね。いてくれるよねって日本語おかしくない。いてくれてるよね、じゃないの。今の速さだな。ワンチャン、第5章もいけるんじゃないかということで、ちょっと小走りで行こうか。めっちゃ噛むな。ここが商店街なのね。なんかあるな。この錆びたシャッターは昼にもずっと閉まっている。開ける人がいないとどんどん錆びていくのかな。シャッター街ってやつですね。だな、鍵かかってるみたい。ここ何か使えないかな。特にないよね。ってことはどこかに、商店街の鍵が、え？え？何？あ、魔除けの塩を、粉々ってか、まあ、壊して、動くようにってか、まあ、お化けが来るようにってか、マネキン絶対動くな、これな。ってこと？めっちゃいるんだけど、なんかいるんだけど、逃げなきゃ。電話どこだ？こ、開かない？こっち。鍵かかってるみたい。ダメだな。右側だ、でも。
こっち側だよな、音的に。あれ、違う？もしかして僕イヤホン逆につけてるから、逆側の音から聞こえてるとか、そうなの？こっちだよな、多分ここら辺だよな。うん、ここら辺だわ。一旦鍵開けれる？これ。あ、ダメか。あ、てか電話ってこれか！電話これか、もしかして。待て待て、危ない、危ない。え？何？何？なんかいる。雲みたいなのがいる。あ、ちょ、待て、でかすぎ。でかすぎ。ちょっと待て。え、何？ちょっと急に世界観変わりすぎて。あ、いやでもここは多分ダメだよな。ここは、多分こう行かないといけないね。オッケーオッケー。で、ここです。まっすぐ行きます。行って。ここで、ぐいっと。あ、行けた。けど、あ、違う。南の鍵？南の、あ、ちょっと、死ぬ。あ、死ぬ。南の鍵って何？あ、死ぬ。あ、生きてる。あ、こっち通れない。こっち通れないんだけど。これ通れない、通れる？通れるね。通ぎり、なんだこれ？なんかある。北の鍵。何？何の鍵なのこれ。ここか。ここに使うのかな？なんかある。あ、自由なんか。ここで、鍵使えないかな？南の鍵とか。あ、開いた。ただ？で、なんで閉める？こう通れるんだ、横は。え？で、あ、で、ここ、もしかして、北の鍵？北の鍵じゃない？これ。あ、来たー。北だけに来たぜ。で、何？こっち側に行けば、いいのか？合ってるのか？これは。合ってる？臭くない？よっ。来ない？で？なんだ？もうわからない。なんか何もわからずに進むの。揃った靴。誰の靴？これは誰の靴なの？神社？神社か、もしかして。あ、気持ち悪い。純粋に気持ちが悪い。え、これ、隠れろ、隠れるとかじゃないの？食べないで。お、鬼なのか、君は。え？は？また電話が鳴ってる。また追いかけられるってこと？で、多分さっきの下の方の電話ってことだよね。あ、これだよね。はい。もしもし。あ、戻った！いや、これクリアってことでいいのか？怖かった。怖かったね。あれ？私、いつの間にしようを持ってる。え？元の場所へ戻して来いって言われてんのかな？なるほど。ちょっと待って、もう一回電話。マジか！この状態でってこと？マジで言ってる？なるほどね。こっちの方の電話で戻って、行けってこと？もしかして。そういうこと？で、合ってる。あ、合ってる臭いよ。合ってる臭いね。はい、一個仕事しました。危ない！危ない！危ない危ない危ない！あともう一箇所上にあるんだよな。だから、右上だから、あ、あった。ここだ。オッケー、これで全部終わったんじゃない？はい、全部の塩を元に戻した。さっきのお化けムカデに報告しに行こう。ええー、マジ？マジで言ってる？ここで、ここじゃないんだっけ？あ、大丈夫そう。お化けムカデいないみたい。なんか落ちてるよ。真っ赤なお守りをゲットした。と、あと塩か。悪いお化けじゃなかったんだ。だからお化けに、あ、第5章クリアしたけど、なんかよくわからん。わからなかった。あれ、なんかよくわからないままクリアしたな。反応しづらい。お化けについて、あ、これでわかるのか。お化けについて。街で何度も怖い思いをしました。私はこれからあと何回怖い思いをするのかな。今までの、怖いよりももっと怖いのかな。でもお姉ちゃんが死んでしまうことは何よりも怖いと思います。そうね。結局だから、
あれだね、商店街にお姉ちゃんを迎えてから見つけに行って、結局、なんかそのお化けが塩にいたずらして塩を崩して、そこの、まあ、神社の神みたいなムカデのお化けが怒って、みたいな感じだよね。はい、じゃあ、また後でお会いしましょう。それじゃあ、お疲れ様さ。